生、この会社、行政摘発で侵害と判定されたばかりじゃないですか。また、引き品を販売し作るなんて、こんなことあるでしょうか。博士、焦らないでください。侵害行為の再発は少なくありません。やはり、博士の餃子ペンは人気製品で、利益が合うからです。そのため、定期的にウォッチングする必要があります。確かに僕の餃子ペンは今すごく人気あるんですよ。だから僕の許可なしに販売する行為は明らかな違法行為です。この場合、行政機関は処理すべきではないでしょうか。行政摘発で行政機関がすでに侵害と認定し、侵害行為を直ちに止めるよう命じましたので、この会社の行為はもちろん違法となります。しかし、中部では選利侵害を処理する行政機関は行政施行の偏見がないので、裁判所に申請する必要があります。また申請ですか。そうすれば行政摘発意味ないじゃないですか。どうすればこれら模倣品を徹底的に止められるんですか。模倣品対策は長期戦の覚悟を持った方がいいですね。大部分の侵害者は侵害の行政決定を受けたら侵害品の製造販売を止めますが、再発があっても行政摘発は意味がないとは言えません。行政摘発により相手はすでに侵害と認定されたが、続けて販売する場合、悪意と悪質の侵害となりますので、懲罰賠償を請求できます。懲罰賠償、具体的にどのようなものですか。懲罰賠償とは被害者の実際損害を上回る賠償額を指します。その前に博士に紹介しましたが、権利者の損失、侵害者の利益およびライセンス料を参考して損害賠償額を計算できますね。懲罰賠償額はこの3つの計算方法で確定した金額をベースにして1倍から5倍までの範囲で決められます。そんなに多くもらえるの。だったらなぜ前回の訴訟で懲罰賠償を請求しなかったんですか。すべての事件で懲罰賠償を請求できるわけではなく、適用条件がありますね。つまり侵害者の侵害行為と侵害情状が深刻であるとのことです。行為とは侵害となると明示しながら侵害行為を実施することを指します。実務上、権利の類型、状態、知名度、当事者との関係などを考慮して行為があるかどうかを判断します。情状深刻について、侵害手段、回数、継続期間、地域、規模、結果、訴訟中の行為などを考慮して判断します。例えば権利侵害により行政処罰を受け、または裁判所の裁判で侵害と認定した後、再度同一または類似の侵害行為を実施した場合、通常情状深刻と判断されます。本件の場合、この会社は行政摘発で侵害となると認定された後、引き続き侵害行為を実施したので、上記の行為と情状深刻の適用条件を満たしています。博士は訴訟を提起して懲罰賠償を請求できると思います。じゃあ早速訴訟を提起しましょう。博士、訴訟提起するための準備ステップは覚えているでしょうか。もちろん覚えていますよ。まず製品を購入して侵害鑑定をしますよね。そして、侵害鑑定を確認できたら交渉付き購入をすることで職を確保しますよね。すごい、博士ははっきり覚えていますね。それではまず製品を購入して侵害鑑定を実施しましょうか。ここで一つ質問があるんですが、本件の場合、行政摘発ですでに侵害と認定されたじゃないですか。もう一度製品を購入して侵害鑑定する必要があるでしょうか。博士、相手のサイトの宣伝から見れば製品がグレードアップされました。もう一度製品を購入して、このグレードアップされた製品は依然として侵害となるかどうかを確認した方がいいですね。もし事実な変更がなく同一品であることを確認できたら、もう一度侵害鑑定を実施する必要がありません。なるほど。ところで陳先生、訴訟の提起以外他の対応手段あるでしょうか。例えば行政摘発を再度申請できますか。できます。しかも相手が販売した製品は従来と同一製品であれば、行政機関に重複侵害を主張できて、
行政機関は審理をする必要がなく、直接侵害と認定し、侵害行為を停止するよう命じることができます。しかし、相手は依然として行政決定を無視する可能性がありますので、損害賠償追及の民事訴訟を提起し、しこしにくい行為の差し止めをしこし安い金銭賠償に転換した方がいいではないかと思います。そうですね、金銭賠償の方がしこしやすいですね。しかしこの会社は行政決定を無視したので、裁判所の判決も無視するんじゃないでしょうか。おっしゃる通りです。悪意の侵害業者は裁判所の判決も無視する可能性があります。その際に強制執行を申請して強制的に判決を履行させることができます。侵害行為の差し止めについて客観的に言えば裁判所にとって執行しにくいですね。裁判官は毎日侵害者を監督することが現実ではありません。一方、金銭賠償の方は執行しやすいです。裁判官は相手の財産から関係賠償金を強制的に執行できます。なるほど。ところで裁判官はどのようにして相手の財産を把握するんですか。現在チームでは裁判の電子化とネット運用率が高くなっています。2014年から最高裁がネット執行調査システムを開通し、現在銀行、不動産、車、証券、パスポート、交渉登録などの25類の財産または情報をネットで調査できます。相手にはこれらの財産があれば裁判所はネットで見つけることができ、かつ凍結することができます。これは安心できますね。あ、そうだ、訴訟は時間がかかると覚えていますが、訴訟中相手は財産を移転する可能性がありますか。確かに財産移転の可能性がありますね。それを防止するために状況に応じて訴訟前または訴訟中、裁判所に財産保全を申請することができます。財産保全、すなわち相手の財産を確保するという意味ですか。ご理解の通りです。財産移転を防止するために判決が出る前に裁判所に相手の財産を凍結することを申請できます。しかし留意しなければならないことは、財産保全を申請する際に相手の明確の財産手掛かり、例えば銀行の口座番号などを裁判所に提出する必要があります。かつ同額の担保金を提出することも必要です。万が一敗訴したら財産保全が間違っていると判断された場合、逆に相手に賠償するリスクがあります。財産保全は厳しいもんですね。あ、そういえば財産保全を申請したら判決の後強制執行は自動的に行われますね。いいえ、財産保全があっても判決の後保全できた財産を自動的に執行できるわけではありません。依然として裁判所に強制執行を申請する必要があります。裁判所は保全できた財産から関係賠償金を控除して権利者に振り込みます。本件の場合、陳先生の考えとしては財産保全を申請する必要があるでしょうか。相手の銀行口座などの財産情報を入手できれば財産保全を申請した方が良いと思います。本件では当方の勝算が高いですので、逆に相手に賠償するリスクは極めて低いです。しかも財産保全を通じて事前に相手の財産を抑えれば財産移転を防止できるほか、相手の財産を凍結することにより強いプレッシャーをかけられる、相手企業の抹消を防止できる。一部分の裁判所では訴訟前の財産保全があれば受理を加速させるなどのメリットがあります。そうであれば陳先生のご意見通りにしましょう。ところでもし相手の口座にはお金がなく、または少額である場合、どのように進めばよろしいでしょうか。中国ではブラックリストがあるそうですが、どのようなものですか。博士が言うブラックリストは信用喪失名簿のことだと思います。確かに同制度の政治は判決の履行を確保するには十分な役割があります。
例えば2020年197万人の信用喪失者は自ら義務を履行しました。そして同制度以外、交渉費制限制度もあります。信用喪失名簿制度と交渉費制限制度、どのような区別があるでしょうか？この2つの制度は対象、条件、内容、期限などの面で異なります。信用喪失名簿は非執行人に対するもので、交渉費制限は非執行人だけではなく、その法定代表者、主の責任者にも適用されます。適用条件としては、期間内に判決書に規定している納付義務を履行しない場合、高額の消費を制限できます。履行能力があるか、履行しない、または暴力で執行を拒否するなどの情状がある場合のみ、信用喪失名簿に入らせます。なお、両制度の内容としては、交渉費制限されたら、飛行機、新幹線、高級ホテルの利用および不動産購入などができなくなります。信用喪失名簿に入ったら、政府指示、金融機関用紙、資格認定などが制限されます。期限については、納付義務を履行するまでずっと交渉費制限されますが、信用喪失名簿に入る場合、通常2年間で、暴力などで執行を拒否する場合、1年から3年くらいで延長できます。中国政府は判決履行の問題を解決するために本当にいろいろ工夫しましたね。そうですね。これらの措置で効果的に金銭関係の判決履行問題を解決できています。相手が本当にお金がない状況以外は、履行しないことを心配しなくてもいいです。よっしゃ、それでは懲罰賠償請求の訴訟準備しましょう。全力して協力させていただきます。